ドイツ新聞雑誌帝国連米報道カメラマン、帝国委員会主催の宣伝中隊写真展、宣伝中隊、または宣伝部隊とは、ナチスドイツ時代のドイツ国防軍及び武装親衛隊に設置されていた部隊。ドイツの軍民及び敵大国に対するプロパガンダを任務とした。1941年1月28日、宣伝書、右端は、 ハッソフォン・ベーデル1938年初頭国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル将軍と宣伝省ヨーゼフ・ゲッペルスは戦時宣伝の実施に関する合意書なる文書に署名したこの文書の中では奥井所属の宣伝部隊が定期的に戦時宣伝の材料を宣伝省に供給することが取り決められていたが同時に戦時宣伝そのものは 相当から権限を与えられている宣伝省がもっぱらになうこととされていた。この合意に基づき5個の宣伝中隊が設置されたのである。これらの部隊は当初通信隊の下に置かれていたが、1942年10月14日には独立した陛下となり、ライトグレーの陛下色が与えられた。彼らは国防軍最高司令部内に設置された、 国防軍宣伝局によって管轄され、宣伝局長は、ハッソフォン、ベーデル大佐だった。1939年4月、国防軍宣伝部が情報部長、ビルヘルム・カナリステートクの命令により設置される。宣伝部は、奥井情報部の指揮下にあったが、1939年夏頃からは、作戦部長、アルフレート・ヨードル将軍の直轄に置かれることになる。 そして1942年には新たな指揮官としてベーデルを迎え、より規模と権限を強化した国防軍宣伝局へと発展したのである。当初、宣伝局は WPRI から WPR4 までの4グループに分けられていた。WPRI では宣伝局の運用及び戦時宣伝の指揮を WPR2 では国内宣伝を担当した。また、 WPR3 は当初海軍宣伝を目的に設置されていたが、戦争が始まると軍内部での検閲も任務に加えられた。WPR4 は最も規模が大きいグループで対外宣伝を担っていた。WPR4 の指揮官はアルブレヒト・ブラウ中佐で外国語雑誌の出版や対外報道を行い、同時に海外報道への応答を行った。 1940年1月、新たに陸軍宣伝を担う WPRV と空軍宣伝を担う WPR6 が設置された。WPRV は心理戦の専門家として知られるクルトヘッセ中佐に引き入られていたが、バルター・ホンブラウヒッチュ元帥の命令による独自の戦時宣伝展開を試み、ゲッペルス率いる宣伝賞と圧力を生むこととなる。 1942年末までに、宣伝部隊は師団に相当する1万5000名程度まで規模を拡大した。これらの隊員により、21個の軍宣伝中隊、8個の空軍宣伝中隊、3個の海軍宣伝大隊、1個の独立海軍宣伝中隊、8個の占領地宣伝大隊、1個の新衛隊、宣伝大隊、そして特殊心理戦を担う、 特別宣伝大隊が編成されていた。彼らは最終的に8万後にもわたる戦争報道と200万以上の写真を作成した。宣伝部隊が特に重視した任務はニュース映画、ドイツ週刊ニュースの作成であった。また大ドイツ放送局による毎年のクリスマス、中継放送も宣伝部隊によって提供されていた。ライン側上流付近で活動する。 PK 隊員とスピーカー付け放送車両フランスにてポスターの掲示を行う PK 隊員占領下のフランスで掲示される PK による繁栄ポスター最前線でマイクを握る PK 隊員カメラにフィルムを詰める PK 隊員占領下のポーランドにてドイツの秩序警察とポーランド警察が共同捜査を行う様子を撮影している ウッチゲットでユダヤ人を撮影する PK 隊員宣伝中隊の活動と編成については1943年に奥と宣伝省国防課が共同で作成した宣伝中隊や宣教班なる文書にて定められている。PK の活動内容はドイツ国防軍の会進撃が終わる1941年冬から1942年にかけて大きく転換した。以後は 能動的宣伝、または戦闘宣伝と呼ばれる敵軍の士気をくじくことを目的とした活動に重点が置かれるようになる。ただし、1940年初頭にはすでにこの種の活動として前線に配置されていた隊員によって人種的に優れたドイツ人と敵国人を対比する内容の記事がいくつか書かれている。1940年代前半には在フランス PK 記者が フランス人捕虜を取材し、フランス軍は、1941年7月に作成された PK のニュース映画にも、陳腐な風刺と共に、ロシア人捕虜を撮影したものがあった。また、ゲットーの設置などドイツのユダヤ人政策を正当化する記事も多く書かれた。ワルシャワゲットーに関する多くの記事は、ユダヤ人たちは正当な処置のもとにあると報じた。 代表的な記事の一つが、1939年12月5日に、新聞、ベルリン画報に掲載された、PK 単位、アルトゥール・グリムによる記事である。この記事では、ポーランド兵の墓から武器を掘り起こして、卑劣な犯罪を働いた月頭在住のユダヤ人が、逮捕された旨を報じていたが、写真は後に、再現して撮影されたものだったという。1944年夏、 新たに結成された第5小隊のために編成。終戦まで西部戦線で活動。ダニエル・ジール、ザ・プロパガンダ・ウォリアーズ、ザ・ベアマハト・アンド・ザ・カンサー・リデシャン、オブ・ザ・ジャーマン・ホーム・フロント、ピーター・ラング、オックスフォード UA ・ UA2008、S87F、ライナー・ループツ、シグナル。アイネドイチェ・オース・リンド・チロ・ストリエト・オスト、プロッポ・ギャンデ・エンストローメント・イム・スバイトン・ベルッケリング。 クラウテックスト、S1002007、S3339、ジタト S33F、ダニエル・ジール、ザ・プロパガンダ・ウォリアーズ、ザ・ベアマハトザ・カンサー・リデシャン、オブ・ザ・ジャーマン・ホーム・フロント、ピーター・ラング、オックスフォード・ UA2008、S116 ウント164フォルティシモ、ダニエル・ジール、プロパガンダ、クリークス・バー・イター・シタット・チュー、ありがとうございます。